うん、何もう少し寝かしてよ。ああ、今日デートだったね。まあ別にいいでしょ午後からにしようよ。ほら、私ダウナー系だからさ、午前中はやる気出ないっていうか、気圧とかで動きたくないんだよね。じゃあおやすみ。 んもう午後あ,あデートねで痛っていたっ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 たたた頭痛くなってきちゃったやっぱり私ダウナー系だからかなは寝過ぎただけだろうって何よもうそんな態度取るなら知らないデートにも行かないもん はただめんどくさがってるだけち、違うわよ。もういい今日は話しかけてこないで。あんたのせいで本当に頭痛くなってきた。一人で映画でも見てるから邪魔してこないでよ。何よデートなんていつでもできるでしょほら、どっか行って。 ねえ、あんた、どこ行くのちょ、無視された。まあ、私が悪かったな。来週デート行くって言ったらいいかな。あいつ、予定空いてたっけって、違う違う あいつがダウナー系の女の子が好きとか言ってたから私が彼の理想になろうとしてんのにまあ別にいいか今の私ダウナー系だからさあ次は何の映画見ようかなあおかえりもう待ってたんだけど ほら、お腹空いちゃったからさ、晩ご飯作ってよ。ほら、私ダウナー系だからさ、そういうのは仕事じゃないっていうかさ。あ、あんたは外でもう食べてきたんだ。そういえば、焼肉のいい匂いがするね。私を置いて、一人で食べてきたのもう、なんでよ。罰として、 私に晩ご飯作ってよ。とびきり美味しいやつ。もしまずかったら怒るからね。ちょ、何さすがにダウナー系の私でもびっくりしたわ。もう我慢できないってどういうことよ。ね、ね <laughs> ねなんで急に叩いたりするのよ。 愛するダウナー系彼女を殴るなんてどういうことよ <laughs> ちょっと、痛いよ。本当に、今日のあんたどうしたのねえ。何お前はただのめんどくさがりでだらけてるだけ

だからさ、来週にし、うん、ごめんなさい。ごめんなさい。明日、明日会社休むからさ、今日の分のデートしよう。え、今日は何の日って。ああ今日、付き合って。 5年の記念日。あ、しかも付き合って5年経ったら結婚したいって。前、話してたよね。えもう遅いって。ちょ、ちょっと待って待って。あ、今日プロポーズする予定だったけど。けど、何よ 分けてたのって 彼に殴られて口が切れたの気づかなかった <laughs> 彼氏に好かれようとしたあげく履き違えて無様に振られた血まみれ女が鏡に映ってる。